どうも、あきです。ペナント実況をやっていきましょう。さあ、では今回は6年目交流戦からやっていきましょう。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、このペナント実況毎日投稿という企画を行っております。ペナントの動画毎日見たいよという方はぜひとも高評価チャンネル登録していってください。さあ、では鬼門の交流戦やっていきましょう。現在中島選手が怪我をしておりまして、その代わりにこちら戦力外から今年獲得しました庄司選手がショートを守ってくれています。で、その守備固めに川村も、1軍に上げたのですが、今絶好調なので川村を使ってみましょう。では早速まず1試合目からいきましょう。よし、さあ本当にここが鬼門の交流戦というところなので頑張っていきたいですね。はい、よし、川村が2安打、素晴らしい。ということでもうドラフトとかはとりあえず最後に見ましょう。はい、まずはこの交流戦しっかり勝っていくというところでいきましょう。ではジャイアンツ戦、まあ2勝1敗ならいいと思います。ジャイアンツ強いので。はい、で中島選手はまだ怪我、お、横尾選手がここで怪我をしている。中島選手、くー、そんな感じか。なるほど。ちょっと横選手2軍に落としましょう。これは、はい、代わりに誰を入れるかというと、まあ柴崎をちょっと入れてみようかなと思います。まあ庄司選手は中島選手の違和感が消えるまでは置いておいて、まあオーダー的にはこちらになるかなというところですね。はい、ちょっと指名打者の方はまたこの試合が終わってから作るとして、いやでも中島選手怪我してるけど、これは頑張ってもらわないといけない。よし、まあ勝ち越せばなんとか。さあ、ここですね。オーダー、あ、戻ってる、 OKOK、 指名打者ありの時はそう OKOK。 お、庄司選手サードかとか、庄司選手めっちゃ押されてるな。ここで柴崎も清宮選手も調子が悪いと、今ちょっとそこで使ってもいいかなと思ったんですけど、まあでも確かにこの調子を考えるとサード庄司選手っていうのは非常にいいと思います。ただうちには奥村がいるので、こうだな。うん、でも庄司選手引き続き1軍に置いておくっていうのはちょっといいかなと思ったので、1軍置いときます。 OK で、ルーキー浮田が何気に調子が良くて1軍に入ってきております。さあ、カプトの3連戦3連勝。さあ、全部2勝1敗で勝ち越してますが、現在どんな感じでしょう。おいいぞ、 DeNA と、なるほど、向こうも DeNA が1ですからね。はい、いやー、白熱の戦いというところでしょう。これまだ DH ありの方、ただちょっとしっかりとオーダーを確認しながらはいきたい。うわ、西川選手そうなったか。いやでもここは変えらんない、いくらそうなっても。はい、なんだこのコンピューターの庄司選手推しは。だったら一回もうちょっと庄司選手落とそうかな。いや絶対こっちの方が強いと思うんだ。落とします。杉谷選手代わりに入れましょう。スーパーユーティリティ。島田はまだな、さすがにいろんな選手いる中で、うん、難しいところではあると思うんだな。万波選手が欲しい、やばいな、300超えてきた。ちょっと入れよう、これ代打起用。そして、3連勝いってくれ、これ3連勝いってくれ、中日に。終わった。もう交流戦むずすぎ。いや一つ言いたい、交流戦むずすぎる。いやえぐいね。うわ、大野選手はこれ何か取れるものあるかな。まあまあリリース取りましょう。はい、いやー、交流戦優勝という目標がね、めちゃめちゃ難しいということにね、悩まされております。はい、くぅ、ここですね、毎年本当に鬼門は交流戦、もう本当に交流戦が鬼門というところだと思います。あ、清宮選手、おかわりが結構こうつきそうだったので、今、練習しています。はい、で、まあ、柴崎も連発おかわりとついたら、またちょっと1軍で使ってみようかなというところですね。で、庄司選手はチャンスアップもいけそうなので、行って。
いい選手ですね。あ、晩成型か。だからいい感じなんだ。はい。これはしばらくうちではいい感じの活躍をしてくれるんじゃないかなという選手だと思われます。はい。西川選手、チャンスアップも上がっています。で、今何をやろうと思ったかというと、岸里選手の、OK。ここちょっとうまくミート30で、収めたいと思っていまして、その後に守備を C まで上げて、もう一回ミートを上げてもいいかなと。まあ、でもダイソー守備固め候補なので、そこは難しいかなと思うんですけど、はい。お!いやー、ここの3連敗がなければ優勝できたんじゃないか?いや、でも可能性あるな。DNA 次第。うわー、DNA が強かった。くっそ、いや、そこの3連敗分だな。いやー、交流戦が厳しいということで。まだまだね、チーム力高めていかないといけないなというところですね。はい。まあ、なので、そのパ・リーグでは今一番強いのかもしれないけど、まあ、実際いろいろ考えたときに、セ・リーグに入ってると DeNA といい争い、もしくは負けているんじゃないかと。てか、まあ、負けているというところなのかなというふうに思いますね。はい。で、急になんか野手の人数が減ったような気がしなくもないんだけど、やっぱり、なんで野手の人数が1人少ないんだという。疑問点、柴崎ちょっと使っていきたいなとは思っているので、柴崎入れておきます。あ、渡辺選手が最近一軍にいなかったなという印象。はい。で、横尾選手の成績と奥村あたりの成績を比べて、奥村だな、やっぱりこれということで、ベストオーダーの方をいじっとこう。ベストオーダーこちらを、こうして、で、ここに奥村で、まあ、守備固めみたいな、サードの守備固めみたいな使い方になっちゃうんですが、そして、まあ、6番あたりに奥村、これの方がいいんじゃないかなと思われます。木澤選手、どうだろう。割と僕は本当にスタメンで使ってみるのも面白いなとちょっと思っていて、7番あたりで。いやー、まあ、もうちょっと待つか、来年にするか。太田大志選手の能力が本当に落ち始めてきているというのも考えての、まあ、ところではあるんですけど、そう、30になるとこうやってね、能力が上がりにくくなるので、まあ、30までと思っていましたと。はい。ここからはあんま上がんないです、おそらく。ので、そこからまあ守備か。悪い能力もないし、いやー、岸里選手いいと思うな。で、外国人選手何か発掘していましたね。フレッチャー。まあまあいいけど、まあ無理して取る感じではないかな、外国人枠のことを考えて。まあビシエド選手もいますし、まあビシエド選手以上の選手が来ればと思って、今野手自由に探してもらっているというところですね。はい。ということで、通常リーグに戻りまして、3連敗から始まりましたと。いやー、ペナント実況面白いですね。そう簡単に勝てないというところが、まあ何より面白いかなと思っています。さあ、マルティネス投手も星400超えました。最後なんか取れるところあるかなというところではあるんですけど、あ、ピンチもいけるな、左もいける、まだまだいけそう。で、この特能の数やばくないですか?特能を揃えていこうというところでね、まあ育ててきた選手ではあったんですけど、やばいな、これ特能の数。すげえな、ほとんど取ってますよ、みたいな、この特能。もう最後まで特能を取り続けますか。はい。もう内角攻めとかね、取っていきましょう。さあ、土足も300を超えましたと。土足ちょっと、球速が低すぎんかなと思うんですけど、はい。でも将来的には星を300超えてくる選手ということで、なんか特能を覚えるのがうまいものあればそっちを優先しますけど、成長期、まあ、今、成長してもらわないと困るな。土足はあれか。変化球が最高なんですね、割と。どうしようかな。でも、ストレート143は低すぎますよね。さすがに145はいってほしいので、はい。そこを目指してちょっと上げていきましょうか。
で、ちなみに吉田光成投手は今、お、オッケーオッケー、フォー、これで、ツーシーム第2、なんだ、第2ストレートの、制球も上げて、とりあえず制球を全部 E 以上にしてあげて、ちょっと F は怖いですよね。なので F のものを E に今変えようかななんて思っているところでもありました。ただリリース、リリースに先にしようというのも、金子千尋投手コーチの恩恵、吉田光成投手の一番の育成方針はコーチが教えるのうまいものは、全部取っていくっていう方針のもと育ててきたので、はい、それはちょっと守ってあげましょうという感じです。さあ、中島選手チャンスメーカーついたらもう一回2番に上げるっていうのもありなんですよね。そう、それをちょっとね悩んでいましたと。で、渡辺選手は粘り打ちヘッドスライディングあたりがついたのか。で、もう基礎能力そんなに上がるものはないんだよな。セカンドで肩 A にします、これで。はい、ちょっと渡辺選手というところが思ったほどは育ってこなかったんだよな。だからキャロルの代わりになかなかこうなってこないというところで、そのあたりにこう難しさは感じているかなというふうに思います。で、スーパーダイソーは実はもう一人育て、しっかり誰かが岸里選手ぐらいになってほしいと思っているのが、岸里選手がワンチャンレギュラーあるので、そういったところでさあ頑張ってくれというところですね。はい、いや、 やっぱおかわり取りたいですね、柴崎は。さあ、庄司選手、庄司選手は万世型なのでまだまだ何でも取れるし、いいね、庄司選手強いね。まあ逆境あたり取っときますか。はい、庄司選手はこういうね、戦力外の選手取れるとこうチーム力が上がってくるなという感じしますよね。さあ、中島選手今年は、いや、すごい、またここで30盗塁してる、やばいな。いや、えげつないよな、能力が本当に。いや、すごい、これはちょっと中島選手、西川選手あたりが普通に強すぎた。まあ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 、その1、2番をちょっと作りたいというところはありますね。ということで、うん、守備上げよう。これで来年スタメンあり。まあ今年何打席かその少ない中で3割でも結果を残してくれれば、ちょっと来年使いたいなとこう思える能力になってきますよね。ということで、そこを本当はやりたかったんですが、まあ同時にいろいろと見ておきましたという感じです。まあもうオールスターはいいでしょう。あと打って、最近こう連れてくる選手がパッとしないんですよね。もう悪くないけど、全員悪くないけど、これも37歳だからいいかなと思うし、フレッチャーもまあまあ、うん、まあまあっていう、ちょっとバレンティンには頑張ってもらいたいところはありますね。はい、まあとりわけ最近は怪我もなさそうで、奥村がやばい、奥村やばい、なんじゃこれ、4割2分6厘。まあ、打席数まだそんなに多くはないですけど、あそこでスタメンを勝ち取ってちょっといい成績を残してますね。で、中田翔選手が今年は調子いいと。まあでもビシエド選手ホームラン20本打ってるので、まあ4番でいいでしょう。はい、まあでもやっぱキャラルが4番が本当はこのチームとしてはいいのかもしれないですけど、4番タイプじゃないし、そうなるとまあ中島選手がまた2番になるし、でもチャンスメーカーもついたしな。ちょっとここで打順をいじります。後半戦、中島選手2番の、キャロル4番の、ビシエド選手5番の、中田翔選手を6番という、で9番に今調子がいい奥村で1番につないでもらおうと。こんな感じでいきましょうか。はい、エアーズ調子悪いな。これ2番投手は本当に新垣なのかな。そうか、今これが選手登録の方書いてるんですが、まあこれをそのままベストオーダーにもコピーという形でいいでしょう。そう、一枠空いてるよな。ってかやっぱりなんで一枠空けるんだ、謎なんだが。はい、まあ杉谷選手やっぱ入れとこうかな。なんかチームの有事には杉谷選手ということで。ちなみに投手の方もちょっと確認しつついきますと、まあ有原投手の防御率素晴らしい、マルティネス投手もうちょっと抑えられると思うんですが、まあ白石 OK、 まあ大野投手、うっ、
めっちゃ能力落ちてる。気づいてよかった。今回始める前までしっかり300あったのにここで一気に落ちてるので、まあまあまあ前半戦ありがとうございましたというところで、では土足いきましょうか。はい、ビビった。めちゃめちゃ覚醒してる。なんだこれ、ストレートのあれだ、重さが S になったんだ、球威が。やば、一気に400までいってる。やばい、吉田恒成投手覚醒しすぎ。え、どうしようかな、どういう使い方になるんだろう。じゃあ、うわマジか、スタミナ上げて先発だな。もうさすがにこれは、てかもう先発で使おう。僕ローテーション7枚もね、将来的にはありだなと、このプロスピ的には思っていて、久我は抑えてるな。でも土橋も使ってみたいんですけど、噂投手はここはちょっと悩ましいな。誰を落とすかっていうところで言うと、やばい、吉田恒成投手やば。もうでもこれ先発で使いたいということで、まあもうここはじゃあ単純に今一番星の数が低い選手を落としましょうか。で、裏の投手がワンポイントできるので、てか待てよ、なぜだ。まあいいや、登録の方はこれにしといて、ベストオーダーにはコピーとりあえずするんだけれども、ちょっとベストオーダーまたいじりましょう。やばい、吉田恒成投手とんでもない覚醒の仕方をした。いや、このピッチャーが覚醒したらえぐいっすよね。はい、で杉浦投手はなぜ2軍なんだろう、怪我か何かかな、あんまり調子が上がってこないという説もあります。ちょっとね、ここね、やっぱ石川投手のあれがすごいいいので、こうでもいいかもしれないですね。セットアッパーは1人で、まあ、安定してるピッチャーの方がもしかしたらいいかもしれないということで、はい、こうしようかな。いや、やばい、吉田恒成投手覚醒しました皆さん。さあ上沢投手、上沢投手思ったより能力が伸びてこないんですが、まあこれからか。まあ尻上がりとかその先発っぽいものをやっぱりつけたらいいのかなと。吉田恒成投手は打球反応アップもあれか、あ、覚醒したからみたいなこと。覚醒した時になんかこう、覚醒ってよくわからない部分もあるんですけど、一気に100上がってる。ちょっと後で自分自身見比べたいなと思っているんですが、おそらくストレートですよね。ストレートが変わったというところだと思うんですけど、でもスタミナも C になってちょっと上がったか。それ以外は変わってないかな。球速もちょっと伸びたのかな。ただまあ間違いなく強い能力にはなったというところです。はい、いやー、ビビるということで、ちょっとこのタイミングでじゃあしっかり練習設定も見といて、そうですね、これはちょっとどうしよう、ちょっとまた作戦を考えてこないといけないななんて今思っていまして、まあ、とりあえず今回7月いっぱいやって考えていきましょうか。はい、まあ、片身打ちあたり中島選手取れるといいかもしれないですね。能力的には2番打つなら。はい、代わりとか結構時間かかるんだよな。ただ万波選手とかも覚醒したらやばいな。じゃあ、いや、一気に星100分超えるのは初めて見たぞ。さあということで、パリーグでは本当にいい感じではあるんですけれども、ちょっとね、やっぱり交流戦というところが鬼門ではありますと。まあ、交流戦優勝、そしてレギュラーシーズン優勝、日本シリーズというところがやっぱり目標ではありますので、はい。うわー、なんか本当に微妙。これが24歳とかならね、じゃあ取ってみるかともなるんですけど、取ってみるかともならない感じでもありますね、これ。はい、まあそんな感じでございましたということで、さあ吉田恒成覚醒しました。次回からね、また頑張っていきましょうということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。